多党のことではあるんですが、あの民主党の、小林議員の、陣営の方が、はい、あの起訴されたんですけど、小林議員は辞職も議員辞職も離党もする考えはないというような考えを強調しているようですけども、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。小林千代美さんの関係で言いますと、陣営の関係者の2人が起訴されたことは極めて私は重大だと思います。でまず闇献金が選挙資金に流れていて、そのことについて全く知らんというわけにはいかないということが一つあると思います。その上で2つ目に、新聞を見てますと道義的責任を感じていると述べておられます。私は何よりもまず国民に対する説明責任を果たすべきだと思います。したがって証人喚問に応じて国会できちんと説明するように求めたいと考えます。まあ、併せて民主党の代表でありしかも総理の発言を見ますとね、何らかの対処が必要だとこう言ってますよね。その点は私は政党としての自浄能力がまず問われていると考えます。大体本来政党としてですね、小林千代美議員のそういう疑惑についてきちんとね正す必要があると、合わせて何らかの対処が必要だというんだったら証人喚問と国会招致への実現に私は党としてね積極的に応じるべきだというふうに考えます。議員の、まあ、離党というのは他党の話ですけど、うん、議員の身分ということに関してはいかがですか。まあ、だから事の真相をはっきりしてねけじめをつけるということは必要でしょうね。でも今大事なのは道義的責任を果たすと彼女は言っておられるわけだから、その道義的責任の中心はね、国民に対して真相を明らかにして何があったのかと、で知らんで済むのかということがみんな思ってるわけですから、そういうことに対する疑問にね答えると、しかも道義的政治的責任の解明っていうのは国会の仕事なんですよね。ですから卑しくも国会に議席を負う方が道義的責任を言及するっていうんであれば、国会の中で道義的政治的責任を果たすということが当然と考えるんじゃないでしょうか。関連ですけれども、はい、自民党はですね、今日その小林さんに対する議員職勧告決議案を、まあ、検討するということを幹事長が国会に指示したようですけれども、それについては共産党としてはどのように考えると。ですけどね、いつも辞職勧告決議出すんですけどね、私はねそれは順番があるって言うんですよ、いつもね。まずねそういうことが何で起こってるのかと、で事実は何かと、でその底にあるものは何かと。私どもは特に今度の補強層の問題で言いますとね、政党支持って言いますか押し付けがあるわけで、そういった問題についてもしっかり解明しなくちゃならんと。だから企業団体献金という形で、まあ、闇献金という形でやってる問題と、それから特定政党支持締め付けという民主主義に反する問題、これらをこう真相を明らかにしてこそね、その責任の所在がはっきりするんであって、そういう中でけじめを求めていくっていうのが筋だでしょうね。あとなんか今日ね普天間のね関係閣僚のいろんな会議があるそうですけど、一応ちょっと私もね言っておきたいと思うんですけどね、これいずれにしてもどんな経過があるにせよね、このまあ官房長官やさらには防衛担当大臣、外務大臣、それから沖縄北方担当大臣ですか、それを話し合うと言ってますけど、私はあえて言わせていただければ、
沖縄の県議会が決議をしているそういう県内移設反対という重みをどう捉えるのかということだと思うんですね。合わせて知事もそういうこの決議を受け止めて政府に対して県外移設を実現していただきたいと答えているわけですね。だから仮に県内移設案というんだったらまず明白な公約違反だということと、もしそういう対応をするんであれば県民の声に、全県民のそういう意思声に敵対する政権だということが発揮するということだけは言っておきたいんですね。ちょうど4月25日に県民大会が開かれます。これは95年の少女暴行事件の時に行われた超党派の県民大会に次ぐものとして開かれるそうです。私どもはこの集会の成功、そして県民の声を生かしていくというために全力を尽くしたいと考えています。あと予算案が明日にも、はい、参議院で可決成立の公算が高くなってきておりますが、不安として、明日採決することに対する受け止めを、日時の問題はね、それは国会の問題ですから、一定の時期が来れば採決を行うというのは当たり前ですけど、ただ私は今の国会の参議院における審議はね、まだまだ不十分だと思っています。その第一の問題はやっぱりね、暮らしをどうするかという点での経済の根本的転換と、私どもは党首会談で3つの転換ということを要求しました。社会保障を傷跡を本当に今元に戻すこと、それから2つ目に今の経済のシステムっていうものを本当に変えること、特にこの10年代 GDP がずっと横ばいになっていると、それから雇用者報酬が下がっていると、こういう国は世界中探しても G7 の中で日本しかないと、こういう点をね、内部留保っていうのと利益を国民に還元せよと、社会に還元せよということと、それ3つ目に財源の在り方自身を変える必要があると、こういう3つの点を提起しました。でそういう点で特に私どもは参議院でも今日も普天間の問題を二木総平議員がやりますし、また雇用の問題では大門議員がやりました。で社会保障の問題で言えば窓口負担の問題についてもやりました。こういう点で我々は建設的野党として積極的提案を次々として論戦に挑んでまいりました。しかし今述べたような根本的な問題についてまだまだ国会での十分な審議を果たしていく、転換すべき道は何かということを国民的に探求していくということが求められていると考えます。すみません、また再び他党のことなんですけれども、民主党の生方副幹事長が小沢幹事長を批判して更迭という話がありましたけど、一点小沢さんの意向で副幹事長続投ということになりました。これ一連のをどうご覧になっていますでしょうか。まあね、世論のいろんな動向もあるんでしょうね。ただ率直に言ったら他党の人事のことですからね、私もあれやこれやということを言う立場にないということは皆さんご承知の通りだと思いますけど、では吉田ですか。どうも。いいですか。はい、じゃあどうもご苦労様でした。